アルフレッド・ビンダは、イタリアの往年の名自転車競技選手。ジロでイタリアで、史上初めて、かつ、歴代最多の5回の総合優勝を果たしたほか、1927年に創設された、世界自転車選手権、プロ個人ロードレース種目の初代優勝者でもある。また、世界選手権の同種目においても、歴代最多の3回優勝の実績を誇る。近似、言語に近い、 アルフレード・ビンダと表記しているケースも見受けられる。ロンバルディア州のチッティー・リオ出身であるが、フランスのニースにて、盛んの修行を積んでいたという。1922年にプロ選手となる。1925年に、ジロ初制覇を果たし、その後、27.28、29.33年に、総合優勝を果たすが、ジロでの区間優勝もまた、通算41回にも及ぶ。 この記録はマリオ・チポリーニが区間通算42勝を果たすまでジロにおける歴代最多区間優勝記録であった。ちなみに1927年の大会では15区間のうち12区間で区間優勝を果たした。加えて1933年に創設された山岳賞の初代受賞も果たした。また1926年のイタリア国内選手権において コスタンテ・ジュラルデン後の同レース10連覇を阻止した。一方、1930年のジロにおいて主催者側があまりにもビンダが勝ちすぎることを懸念し22,500リラを支払う代わりに出場自体を要請。したがってこの年はジロには出場せず、代わってこの年初めてツールドフランスに出場、区間2勝を挙げた。世界選手権では上記のほか 30.32年にも優勝。またジロディ・ロンバルディア、イタリア国内選手権では4回の優勝を飾った。引退後は監督として活躍。ジーノ・バルタリ、ファウスト・コッピ、ガストネ・レンチー・ニラを、グランツール総合優勝に導いた。1925ジロデイタリア、総合優勝。区間1勝、ジロディ・ロンバルディア優勝1926ジロディ。 ロンバルディア優勝イタリア選手権優勝ジロで、イタリア区間6勝。1927ジロでイタリア、総合優勝、区間12勝。世界選手権、プロロードレース優勝ジロでロンバルディア、優勝イタリア選手権、優勝1928ジロでイタリア、総合優勝、区間6勝。イタリア選手権、優勝1929ジロでイタリア、総合優勝、区間8勝。 ミラノ三レモ優勝イタリア国内選手権優勝1930世界選手権プロロードレース優勝ツールドフランス区間2勝1931ミラノ三レモ優勝ジロディロンバルディア優勝ジロデイタリア区間2勝1932世界選手権プロロードレース優勝ジロデイタリア総合7位1933ジロデイタリア総合優勝区間6勝山岳賞 1935ジロでイタリア総合16位。ありがとうございます。